トワイライトファイルシリーズは、ラブファンタジーをテーマにして、愛情、友情、家族愛、制限のないさまざまな、愛情劇を、映画化した、そしてシリーズ化したものです。監督はもちろんなんですけど、キャスト、スタッフを含めて、毎回これ作品ごと異なりますから、内容の方も、サスペンス、またラブロマンスもあり、アクション、時にはコメディと、色とりどりの、作品構成となっています。ですから多くの方々に、楽しんでいただけるんじゃないかなと思っています。今回やっぱり新しい風を我々はこの映画というもので、作っていきたいと思ってます。ですから作品ごと毎回、新人を、起用するようにしております。ですからメインキャストとして、新人がこの作品には、毎回入っております。新人の起用については、毎回作品ごと、オーディションを行ってます。キラリと光るものがあれば経験がある、またない、問わず、主演に抜擢することもあります。ですから昨日まで、普通の生活をしていた人がいきなり、スクリーンデビューをするということも十二分にあり得るので、ぜひ、たくさんの方に、応募していただきたいなと思ってます。トン、全部入った。なんだということになってしまいます。鋼鉄だ。鋼鉄マスターだよ。お願いします。何をやってんの。せっかくだから顔出そう。で、これで来るでしょ。で、
別に目合わせたチームポカーンって見せてみなさんの、力を結集した成果がきっと出たと思いますので、はい、楽しみにしてます。今回とにかく、自分の未熟さばかりが目立った鍵盤だったんですけども、自分的にはすごい成長できたなっていう、これからにつながることができる鍵盤だったなっていうのがすごい実感として湧いております。予想以上に監督のその撮影のテンポが速くて最初ちょっと焦りました。こう慣れてきたなと思ったら今度演技で失敗をしと、ああまだまだ未熟な面が多いなと、いろいろ勉強になること、もう勉強になることしかなかったですね。演技に関しては私が感情を出しすぎて走りすぎている盛り上がりの最後らへんの部分注目して見ていただけたらなと思います。セリフのない演技がすごくたくさんあり、とても難しかったです、でもすごく自分の勉強になり、次に生かせる現場でした。ありがとうございました。まあ、演じたというより普段の僕だったので、やりやすかったなと。なるほど。もう2シーンぐらいあったらよかったかなと。第2作それでもヤクザはやってきた。待ってます。いや、監督の高瀬監督のバイタリティな、はい、引率のもとに皆さん右へ習いで時間短縮で雨も降ってきたりしましたけど、またお誘いくだされば、2つ返事で、参上いたしますのでよろしくお願いします。なんかね、久しぶりで悪いやつをやらせていただきましたが、どっちかというとちょっともうちょっとね悪いとこお見せしたかったんですけどね、時間の関係で、こうなりました。まあ一応楽しんでもらってください。お願いします。僕は監督が大好きなんで、監督の作品に出れるということが、すごい楽しみなんで面白かったです。空回りしない程度に力いっぱい、頑張りたいと思います。ありがとうございます。どうぞこの完成度が高く、世間様にとりあえずこまでの作品に仕上がってほしいと願っております。ありがとうございました。でもね、今回ねみんなノリのなんていうのノリノリでやったからね、いい雰囲気出てると思うね、悪そうな人を悪役ね、良さそうな顔した人が悪かったです。そういう人と逆のパターン狙ったみたいで、面白かったです、長いセリフとか結構難しいセリフもあったんですけど、あんまり噛まなかったのでそこはすごい良かったです。いっぱい練習してきたので良かったです、ありがとうございました。ありがとうございます。僕のゆかさんです。お疲れ様でした。お疲れ様でした。いやー、こんなに我慢するタイプじゃないもんね。なかなか困りますけど。ご苦労されたなっていうのが分かりますけど、でもそれがまたいい経験でね、現場も楽しいし、これから今日撮影なんですけど、そうなんです、まだやっていなくて、あんまり演技とかやったことないのに、こういう結構難しい、はい、なんか、噛まなきゃいいなって思います。大丈夫、俺は噛む。違うなって思ってもらえればすごい嬉しいね。役者さんたちの演技を見て感じられたことっていうのを今のお話を伺っていかがですか。いや、皆さんすごいですね。
真剣に演じて終わった後の笑顔がものすごい素敵なのね。バッと笑って、ね、いやー、感動しました。それまた、弁護士さん役の、はい、今日は警視庁の元の偉いさんを退職された方を弁護士さん、所長役さんの影響を無理にお願いしています。大変な緊張される方をお呼びしています。ヤクザの前で緊張しますね。店長っていうことであります。そうですね。あのどうですか、ちょっと上なんだろう。そう、ちょっと上ぐらいだったんですけど、多分ちょっと弱い、怖がりな店長だと思うんですけど、その中にもどっかで宮本さんにすごい憧れ、強い憧れを持ってて、内心では弱気なんだけど、ピシッとしてなきゃいけない、負けないのをちょっと今回テーマでやってみたんですけど、はい、キャラクター的には割とご自身と近いというか入りやすい。いや、本当なんでしょう、弱いっていうよりこう勢いでいっちゃうタイプなんで。なるほど。その柔らかさっていうか弱さを演じるのはちょっと自分で難しい。はい。一人だけちょっとなんかお金持ちの役にもなって、それで一人だけちょっとみんなバラエティの通りに書くんだけど、私だけちょっと通りじゃなくて上履きを履いてやったんで、ちょっと周りとは違うような感じもしたんですけど、やっぱり昔の感じだったんで、みんなと同じような感じで楽しくできたんです。マスター演じるのは難しくなかったですか？そんなに難しくなかったです。洋服が好きな女の子だったんですか？そう、でもないね。多分思います。どうでしたか、実際高校生役演じたのがためになって楽しかったですか？そうですね、あのいろいろな制服っていうか、そのやっぱり昔の制服、昔ながらのセーラー服を着れたことがすごく嬉しくて、であとはやっぱりその現場の空気に触れたことがもう一番嬉しくて、選ばれた時は本当に嬉しかったです。はい。で今回ですね、まあ、常連客ということで、いかにその店に、うん、通い詰めてるんですけど、うん、あとその時代、うん、昭和の時はこういうのが娯楽だったんだと、うん、でいかにこう楽しく見せるか、うん、楽しみにこの店に行くのかっていうのを店のどうしたのかを考えてちょっと挑んでみました。皆さんは皆さんの演技をご覧になって、選抜されたメンバーたちの演技ご覧になっていかがでしたか？まあいいとこもあればっていうとこもある感じですかね。はい。まあでもまあ経験することが大事ですから、あと本人たちがどうそれを学習していってもらうかですからね。はい。今回の現場もまたなんかものすごくあの、ね、今お話伺っててもアットホームでっていう感じの印象でしたけれども、はい、それはご覧になってて、現場でやる方々はやっぱりアットホームでいいと思うんですが、うん、裏の方ではなかなかそういう部分が、ただ苦労が、あるようで、アットホームに見えないと思います。なるほど。まあとにかく現場の方々は楽しくっていうか、はい、見せるものですから、うん、そこはやはり、いい状況下をスタッフがたくさん作っていると思います、はい、そうやっぱ準備がものすごい大変なので、うん、そういったところをぜひ役者の方々、新人でも、はい、理解してもらえたら嬉しいなと思いますね、はい、この現場であるためにどれだけの人たちが動き、そうですね、はい、ね、セッティングから撤収までもう役者がいないところでも人がいっぱい動いてますから、うん、まあ、そういったところを理解してもらえたらと思います、うん、はい。忙しい中、社会にご来場いただきまして誠にありがとうございます。名優、まあ私の顔とちょっと似てるような似てるような名優たくましんさんにこの役を演じていただき、またそうそうたる名優が顔ぶりを揃えていただき、心より感謝申し上げております。私の人生そんなにありません。残された人生、防犯運動に命の限り身を尽くすことをお誓い申し上げて、
ご挨拶とさせていただきます。本日はありがとうございます。この作品はすごいメッセージ性の強いものになっています。でその中で自分がいかに役を作っていけるかすごい苦労したんですけれども、まあ、自分は普段は勢いでバーってやっちゃうタイプなんですけれども、今回役柄がちょっと 弱々しい店長ということで、すごいそこを苦労したところをちょっと見ていただければなと思います。本日はありがとうございました。はい、ありがとうございます。いろいろな苦労があった末にできた素晴らしい映画だと思います。そこに参加できたということを、これは僕にとってものすごいステータスになると思います。ヤクザというものが主軸になってますけれども、結構コミカルで面白い映画になってますので、最後まで楽しんで見ていただけると思います。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。私今回は、菊池さんと一緒に役をやることが多かったんですが、二人でどれだけ呼吸を合わせられるのかというところで一番苦労しました。内容はすごい素晴らしい内容で、すごい尊敬できる内容ですので、ぜひ皆さん楽しんで見ていてください。今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。撮影中の終わりは龍二役の西田さんに殴られたり投げ飛ばされたりして、本当に怖くて足がブルブル震えてしまいました。苦労したところはセリフが田舎の言葉だったので言いづらくて大変でした。よろしくお願いします。この作品では弁護士役で出させていただいて、長ゼリフでしかも専門用語とかすごい難しかったんですけど、一生懸命覚えてやったので、ぜひ見てください。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。タド、困ったからといってそういう人に助けてもらったら、私の今までの生き方が一体何だとなってしまいます。カット。はい。月の光が二人を包む。いや、出ます。
本当にどうもお疲れ様でした。